ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は毛利四人衆を知ってるか？四天王みたいな感じ？いやいや、よくある〇〇四天王と違って、これは劣気とした組織なんだ。じゃあ、毛利家の四人組の組織ってこと？いやいや、毛利元就をはじめ、毛利家を支えた宿老たちからなる組織なんだ。毛利家を支えた？じゃあ今回は毛利四人衆について、そして四人衆が誕生した理由について解説していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。毛利元就といえば、安芸国の黒人領主から中国地方全域を統一した戦国時代の豪傑よね。だが、毛利家は初めから安芸を治めた大名ではなく、山間部の吉田郡山を支配する一回の国衆に過ぎなかった。というと、元就が生まれた頃、現在の広島県にあたる地域には、安芸国と備後の国の二つの国があって、それぞれ毛利家のような小領主が複数存在している状態だったんだ。大きな大名がいたわけではなかったのね。その周りを囲むように勢力を誇っていたのが、九州北部から山陽にかけて力を持っていた大内氏、そして山陰を牛耳っていた大名、雨子氏だ。それじゃあ、強大な大名の雨子家や大内家に翻弄されているような存在だったのね。毛利家だけでなく、安芸、備後の小領主たちは、生き残りをかけて大内氏につくか、雨子氏につくか、そんな不安定な状態だった。じゃあ、毛利家はどちらに従属していたの？この時代に毛利氏が従属していたのが大内氏だ。だが、1500年頃になると、大内氏が足利義胤を擁護し、その他の勢力も巻き込まれていくことになる。単に大内氏、雨子氏という関係だけでなくなるのね。ついには、室町幕府派、反室町幕府の巨大な二つの勢力争いによって、毛利氏も巻き込まれていくんだ。大きな波に飲まれていくのね。こうした中で、元就の父、広元は隠居を決意して家督を嫡男である沖元に譲り、まだ幼い元就と共に、多治久崖城へ居を移した。元就が家督を継いだわけじゃないのね。ところが1501年、元就が4歳の時に母が死去、続いて1506年には父の広元も主毒で死去してしまう。なんと、幼くして両親を失ってしまうのね。それだけでなく、家臣に家禄を横領され、さらには城までも奪われ、元就はそのまま城を追い出されて孤児となり、孤児若様と呼ばれるほど貧しい生活を送る羽目に。そんな壮絶な幼少期を送っていたとは知らなかったわ。ああ、そんな元就を不憫に思った父の軽視、杉の大方は元就を引き取り養育したんだ。幼い元就にとってはあまりにも過酷な状況だもの。そして時は流れ、毛利元就が19歳の頃、なんと兄である沖元も主毒で急逝したんだ。あれ？沖元が家督を継いでいたのよね。ああ、沖元には嫡男の子松丸がいたんだが、沖元が亡くなった時はまだ2歳の幼子。そんな幼い子供に何ができるの？そこで子松丸の後見人として名が上がったのが元就だったんだ。次々と身内を亡くして元就も苦労が絶えないわね。だがなんと、1523年には子松丸が8歳という若さで病気で他界してしまう。え？子松丸も？宿老たちは示し合わせて元就に家督相続を要請した。もちろん元就は家督を継ぐのよね。ああ、27歳にして吉田郡山城に入った。だが、毛利家に混乱の種は尽きなかったんだ。ここまでも不幸続きだというのに、重臣の坂広秀と渡辺すぐるらが雨子家と結びつき、なんと元就の弟である愛王元綱を担ぎ出したんだ。まさにクーデターね。だが、この計画は未然に防がれ、元綱一派の粛清で幕引きとなったんだ。それでも元就は家臣たちを警戒したでしょうね。実は以前から子松丸の死去による家督継承をめぐって、雨子綱久と対立するようになっていたんだ。そんな中の重臣たちの計画だったのね。他にも十分な恩賞が得られないなどの不満があり、元就は徐々に綱久と距離を置くようになっていた。それなら抵抗勢力を排除しないと、毛利家の将来は危ういんじゃないかしら？ああ、だからこそ1525年に元就は大内家に服属し、大内型国衆の高橋弘厚に狙いを定めたんだ。どういうこと？高橋家は兄、沖元の正室の実家であり、元就の娘も人質として差し出されていた。だが、高橋家が雨子家と繋がっていたことから、討伐を決意するんだ。子松丸の母の実家でありながら雨子氏側についていたのね。ああ、やがて大内と毛利の連合軍は、広厚がこもる松尾城を一気に攻略して討滅した。でも、元就の娘が人質となっているんでしょ？元就の娘は殺害されるものの、結果的に毛利家が安芸国衆たちの名士となったんだ。娘は助からなかったのね。そして元就は高橋家滅亡から3年後、復
原博敏以下の重臣32名から起請文を取り、絶対的な忠誠を誓わせていたんだ。起請文、神仏に呼びかけて、もし己の現在偽りならば、神仏の罰を受けることを誓約し、さらにそれを相手に表明する文書のことだ。神仏の罰か、いやおうなく処罰を受け入れることを承諾させていて、かなり厳しい内容だったようだ。だが、ただ一人、家中で最大勢力を誇る井上元兼は、この起請文を提出しなかったんだ。そんなことが許されるの？元就は、兄の沖元が亡くなって以来40年、井上の者どもは、主君をないがしろにしているから口惜しい、と述べているほどだったんだ。主従関係がしっかりと結べていなかったのね。毛利家はまだ国衆、土豪の連合体の名手に過ぎず、絶対的な主従関係は生まれていなかったんだな。でも、一人だけ起請文を提出しないなんて随分と反抗的な気がするけど、1550年、元就はついに井上元兼の中罰に踏み切るんだ。どんな罪があるというの？罪状は、朝廷をする際、呼び出しても一向に応じない。他の家臣は正月の挨拶に来るのに、元兼のみはやってこない、といったものだ。こじつけのようにも聞こえるけど、他に、単戦を収めないどころか、城の不審にも応じない。直轄地の代官を命じたが、収めずに横領した、というものだ。とにかく井上家を邪魔な存在と感じていたようね。それに、毛利家を忍ぶ力を持ちつつあった元兼に大きな危機感を感じていたのかもしれないな。じゃあ結局、元兼たちはどうなったの？嫡男、成兼、叔父、元森ら一族34人と共に粛清されたんだ。むむむ、一人残らず、という感じね。いや、次男の元光は元就の妹婿だったため粛清を免れ、井上宗家を再興したんだ。それでも目の上のコブを排除できたわけね。元就が次に取り掛かったのが秋の国衆たちの家臣化だ。どんな方法を取ったの？元兼が中罰された直後に、福原貞俊以下238名に及ぶ国衆、土豪たちから起請文を取り付けている。その中で初めて元就を、上様、と呼ばせて命令や判断に背いてはならないことを誓わせているんだ。今回はさすがに全員提出したのかしら？ああ、井上一族が排除された直後ということもあり、もし違反すれば、成敗されても仕方がない、とさえ承諾させたんだ。血の粛清をちらつかせることで恐怖心を煽ったのね。毛利家に心中することが生きる道だと彼らに理解させたってわけだな。さらに厳しい法度や規律を課すことで、家臣団統制の法整備が進めたんだ。内紛や粛清を逆にチャンスにして戦国大名へとのし上がっていったのね。そして1551年、大内義隆が重臣の末春方によって自陣に追い込まれる事件が起こる。大内家に服属していた元就はどうなるの？当初は末に従っていたが、岩見の義見家を攻めるよう強要されたことから、態度を固くするんだ。元就の嫡男である高本は出陣に反対し、義見の次は毛利が標的になると訴えた。そうなると、末家には従えないんじゃ。ああ、元就は末と決別することを決し、1555年の厳島の戦いで決戦を挑むことになる。劣勢ながら勝利を掴んだ元就は、さらに周防、長門へ進撃して旧大内の領国を手に入れた。四国統一に王手をかけたのね。秋、周防、長門を擁して120万石の大名となったが、元就にはまだまだやるべきことがあった。ここまで来たら、大内家を取り込むことかしら？そうだ、大内旧臣たちを家臣団に取り込み、絶対的な忠誠を誓わせることだ。1558年に新旧の家臣たち241名に起請文を提出させ、軍役や治療に関する取り決めを定めている。この中に大内旧臣も含まれているのね。ああ、ここから一気に毛利家臣団は拡張していった。ここで注目すべきは、毛利家と家臣団が結んだ連番状だ。連番状？出陣や合戦などの軍旗や申し合わせを定めた連書だが、それ以前は唐笠連番状になっていたんだ。円環状に署名されていたのね。毛利家は秋の国衆と同格であり、違反者の処分も相談の上決めるという現れだった。だが、周防と長門を従えた後になると、もはや唐笠連番状ではなくなっていた。つまり、主体は毛利家にあるってこと？ああ、家臣たちはそれに従うという形態になっている。毛利家が三カ国の大名になった時点で、元就の先生及び中央集権体制が完成したということだ。ところで、元就の後は嫡男の高本が継ぐのかしら？実は、1546年にはすでに高本に家督を譲っていたんだ。あら、随分と前に譲っていたのね。だが、それは表向きで、実際は元就が権力を掌握していたとされているな。ところが、毛利家が山陽、山陰へ勢力を拡大する中、高本が亡くなるんだ。じゃあ、元就の後継者はどうなるの？高本の嫡男である照本を後継者に指名し、転覆した後に名目上の毛利家当主となったんだ。とはいえ、高本の嫡男ならまだ幼いんじゃ。ああ、元就が持つ権限を全て移すことは難しいものがあった。ってことは、やっぱり事実上の当主は元就だったの？そうだな、家督を譲っているとはいえ、元就が当主としての役割を担うことが常だった。
参院の雨ごけは依然として健在であり、照本は不在家臣すら統制できない実力だったからな。元成はまだまだ現役を引退できないのね。元成としては早く隠居したかったかもしれないが、情勢がそれを許さなかった。とはいえ、元成がずっと前に立つわけにもいかないわよね。ああ、将来の権力異常を見越した元成は、照本を支えるべき宿老体制を築こうとしたんだ。それが、毛利四人衆、ってわけね。本来は、御四人と呼ぶのが正しいが、ここでは四人衆として通していこう。毛利四人衆には、どんなメンバーが選ばれたの？川元春、小早川隆景、福原貞俊、朽場道義の四人だ。どんな人物なの？まず吉川元春は元成の次男で、照本が家督を継いだ時点で33歳だった。元成の次男なのに毛利姓じゃないのね。1547年に秋北部の吉川家の養子となって後を継ぎ、父を助けて芸備領国の征服に力を尽くしていた。厳島の戦いでは毛利軍の先鋒となり、末春方率いる大内軍を撃破した。あら、さっき出てきた厳島の戦いでも活躍していたのね。また、吉川家は岩見に勢力を持っていたことから、元春は岩見の契約も任されていたんだ。増田藤兼ら岩見武士の多くを降伏させたことで、やがて毛利家が出雲へ軍を進める地盤を築いていた。元成が中国地方を代表する大名となるための準備を進めていたのね。さらに対雨子戦では、雨子実機と呼ばれる四条軍をことごとく陥落させ、雨子義久の孤立化に成功している。飛ぶ鳥を落とす勢いね。ああ、元春が四人衆になったのは、そんな油が乗り切った時期だったんだ。じゃあ、他のメンバーは？小早川隆景は、元成の三男として、竹原小早川家、ついで沼田小早川家を継いだ。え？ってことは、元春とは兄弟なの？ああ、兄の毛利高元、次男の吉川元春との三兄弟は絆が強いことでも知られ、元成がこの三兄弟を、三本の矢に例えた話はあまりにも有名だ。ええ、聞いたことがあるわ。元成が三人の息子に一本ずつ矢を渡し、折ってみなさい、と促した。もちろん簡単に折ることができるわよね。ああ、次に元成は三本の矢を渡したが、三本の矢は一度には折れなかった。一本の矢は簡単に折れるけど、三本の矢を一気に折ろうとしても折れないことを息子たちに見せたのね。このように、一人では弱くても、兄弟三人で力を合わせれば、どんな困難をも乗り越えることができる、と、矢を例にして説いたという逸話だな。でも、どうして元春と高影を養子に出したの？実は、元成は周辺の黒人領主を懐柔して、自分の手中に収めるために家督を相続させていたんだ。吉川氏、小早川氏の家督を継がせたことで、元成と共に、毛利養戦体制を築いていた。なるほど、大内氏、雨越氏にも引けを取らない、新勢力を築いていたわけね。高影は瀬戸内に拠点を置く小早川水軍を支配下に置き、一説には村上水軍も高影の帰化になったとされる。とりわけ高影は猛将というより気象とされる人物で、何事にも熟慮して判断を下していたようだ。父親譲りの性格だったのね。毛利家の勢力拡大は、この高影を抜きにして語ることはできないな。じゃあ、三人目の福原貞俊はどんな人なの？毛利諸家の筆頭格である福原家の総領として存在感を表し、曽祖父、広俊の娘が毛利家当主の正室になったことで、一門格の扱いを受けている。元春や高影のように元成の息子ではないものの、親戚関係に当たるのね。元成が家督を継いだ際には、積極的に後押しして重臣筆頭となり、その後も元成を助けて各地に転戦したんだ。元成をずっと支えていた人物なのね。特に傍聴契約における先行は大きく、大友宗麟の弟にあたる大内義長を自害に追い込んだ。大内氏を滅亡に追いやったのね。そして、四人衆最後の一人、朽場道義もまた毛利諸家の傍流だとされ、一説には若き日の元成の師、志士弘義の弟、もしくは息子だという説がある。それなら、どうして指示でなく朽場姓なの？滅んだ高橋家の丘陵である岩見の朽場を領したことから朽場と名乗り、主に三院地方の契約を任されたようだ。元春の副将格として、常に先陣には道義の姿があり、大雨御前では優秀な作戦参謀として活躍した。そんな四人が若き照本を支えるブレインとなったのね。そして、元成亡き毛利家の舵取りを任されたんだ。この四人が選ばれたのには理由があるの？いずれも毛利の血統を継ぐ者たちであり、かつ、元成が最も信頼する重臣だったんだ。息子である元春と高影は抜擢されるのも当然だわ。ああ、貞俊と道義は、いわば元成の子外とも言える家臣だったんだ。それに、また若き日の自分を支えてくれた福原広俊と志士広義の息子たちだ。特別に目をかけていたのね。ちなみにこの四人衆体制は、照本を補佐し、助言するための諮問機関だったが、同時に照本の権限を制限する官僚機構でもあったんだ。え？照本の権限を制限していたの？照本に権力を集中させないためのいわばセーフティーネットだったんだ。
元就があえて意図したものだったのね。若い輝元が判断を誤らないための措置として、ある種の合議によって毛利家の運営が図られていたことを示しているな。若き主君が暴走する例は歴史上たくさんあるものね。そして1571年、元就は享年75歳でその生涯を閉じた。元就の死後、輝元と豊仁宗の関係はどうなるの？何事も東俊寺殿のご遺言通りに、豊仁宗が元就の権威を持ち出すことで、輝元が彼らの意見を拒否できないようにしていたんだ。あら、家督を継いだのは輝元なのに。輝元の前では恐れながら、と低姿勢ではあるが、上様がご同心であれば、我らにご返答を、と高圧的な態度に徹していたようだ。あくまで彼ら4人衆が最高意思決定機関ということを示していたのね。ああ、そこに輝元が意見を差し挟む余地はなかったんだ。さらに1573年、輝元は4人衆の協力のもと、毛利氏を来て、を制定した。どんなものなの？戦国大名、毛利家の分国法と呼べるものだ。じゃあ、これを制定することで、毛利宗家の権力集中が完成したということ？そういう説もあるが、全く違う説もあるんだ。え？全く違う説？この掟は輝元の側近や奉行衆に対して出されたもので、彼らが輝元を傀儡にして、政治を欲しいままにしないよう、あえて抑止力の役割を担ったというものだ。輝元だけでなく、彼の側近の権限を封じようとしたのね。そうして元就亡き後の混乱期を乗り越えようとしたのだろう。そうね、一代で中国地方を統一した元就だもの。そんな彼が亡くなったら混乱していたはずだわ。ちなみに1576年になると、織田信長に追われた将軍、足利義昭が頼ってくる。輝元はそれを受け入れるのかしら？義昭はまず4人衆の一人である元春に、気楽へ向けての援助を伝えている。周りもその順番を理解していたのね。さらに4人衆の合議の結果、備後の巴義昭を受け入れる、という流れになっている。じゃあ、輝元はその決定を認めただけなのね。ああ、だから輝元は4人衆が亡くなるまで、思い通りの政治を行うことはできなかったと言えるな。そうかもしれないけど、4人衆がいたからこそ毛利家は豊臣政権の重鎮になれたんじゃない？そうだな、だからこそ4人衆からの制限が外れた時、野心に突き動かされた輝元は、関ヶ原合戦において西軍総帥に就任してしまう。あら？西軍の大将は石田三成じゃ？実質的な西軍の代表者は石田三成だが、西軍総大将となったのは輝元だ。豊臣家と毛利家の連絡係を担っていた暗黒寺衛慶に説得され、総大将に就いた状態なんだ。じゃあ、輝元自体が率先して西軍の総大将になったわけではないのね。この頃には4人衆の一人高影がこの世を去っており、高影が贔屓だったこともあって、輝元は断りきれない状況下にあったようだな。あまり野心がないようにも見えるけど、実は、家康が関ヶ原の戦いの前哨戦である上杉討伐に会津へと出陣した際、家康にとって代わって大阪城に入り込み、そのまま引きこもっていただけなんだ。え？じゃあ何もしていないの？輝元は、関ヶ原の戦いの後に負けを知り、領土安堵という徳川家康の約束を聞いてからは、早々に大阪城から退却し、家康に素直に詫び状を書いて隠居したんだ。四人衆がいてこその輝元だったのね。ということで今回は、毛利四人衆について紹介した。毛利元就は、飽きの国衆に過ぎなかったのに、中国地方をほとんど制圧するほどの大名になったのね。ああ、それも一代にしてだ。大内家や天子家、末家といった強大な敵と対峙するためには、毛利家を頂点とした専制体制が必要になっていたわね。ああ、そんな中で生まれたのが毛利四人衆だった。彼らの支えがあったからこそ、元就は一代で中国地方統一を成し遂げたのね。そして、13歳という若さで家督を継いだ輝元にも、彼らの存在はなくてはならなかった。毛利家の陰に毛利四人衆ありってわけね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。